こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、新潟速稼塾の奈美さんからちょっと厳しめのご連絡いただいておりますけども、まあ厳しくはないですね。これは全然厳しくないです。こんなことは覚悟しながらビジネスでやるもんだと思いますんで、まあ奈美さんね、本当スパッと言っていただいてありがとうございます。まあ相変わらず声がいいですねでね、今日は奈美さん何を言ってるかと言いますと、動画説明欄にリンクを貼っときますけど、まずね、その法人の方から質問があったということで、まあ、どんな質問かというと、確定申告の、ね、やり方を教えてくださいとか、売上台帳の書き方を教えてくださいとか、当社は持続化給付金受けれるでしょうかというような、ね、質問だったと思いますけど、まあ、この質問恥ずかしくもなくよくできるなと思うんですよ。私からも言わせていただきますけども、ビジネスをやる覚悟って法人じゃなくても個人事業主でもちょっとね、あまりにもなさすぎると思います。特に法人される方は顧問のね、1人2人ぐらいはつけないとダメですよ、絶対に。でそういう方と相談しながらやっていくもんなんですね、事業っていうのは。なるべく顧問の方にかける費用を減らしてとかね、無料でなんとかやろうかと思うと、こういうのがね、うまくいかないです。さっき言って法人でがっつり儲けるつもりでやって、儲けるためには専門家のね、雇用ってのも考えていくってことなんですよ。だって税理士さんを雇っても毎月3万とか5万でしょね。で毎月3万とか5万とかを、しかも専門家の顧問さんにね、払うことを惜しむようなビジネスってのはやんない方がいいですね、それは。私もね、商売やってて法人をいくつか持ってるんですよ。で持続化給付金に関しましては、それぞれの法人で申し込むわけなんですけども、最大200万じゃないですか。俺それぞれの法人で200万やっぱりね、給付いただいてるんですけども、いいなって考えたらお間違いで、私ね、一つの法人の経費が毎月30万ぐらいかかるんですよ。それ当たり前だと思ってますからね。で30万の経費かけて、やっぱり毎月ね、200万とか300万の粗利を稼いでいくわけじゃないですか。そんな変なバランスじゃないと思うんですよね。だから個人のお金の使い方と法人のお金の使い方は当然違ってきますんで、個人でね、毎月30万使えませんからね、まあ、法人での使い方なんですよ。毎月100万とか200万使っていくっていうのは、まあ、ちょっとその辺は長くなりますんで、また別の動画に譲りたいと思いますけども、今回の持続化給付金がね、受けれるのか受けれないのかっていうのは、経済産業省のホームページまず行きましょうってことなんですよ。確かにそれは奈美さんの言う通りで、なんですかね、この持続化給付金のことについて知らないとかね、わからないっていう方はもう本当に商売をもっと厳しいですから、集客とかね、商品作りとかもっと厳しいわけじゃないですか。ちょっと持続化給付金の理解とかはしないといけないかなと思います。まあ、そういった意味ではね、厳しくもなんともないとも言えると思いますし、私もそうなんですけども、持続化給付金の説明いただい、質問いただいても、経済産業のホームページに書いてあることと同じこと言うだけなんで、私に直接聞くよりも経済産業省のホームページに直接聞いた方が絶対いいし、奈美さんの方に連絡するよりも自分でホームページ見た方が絶対いいです。中小企業庁のホームページがもしね、見ても意味がわからないということでしたら、私たちから説明してもね、多分ね、分かっていただけないと思うんですよ。とかくビジネスってのは自習する、自分で、歩く、こういうことができないとすぐに行き詰まってしまってね、誰かに頼ることになってしまいます。でそれが、その誰かっていうのが顧問の方だったらまだいいんですけども、まあなんかね、詳しそうな人に聞くとかね、そういうのはやっぱりね、しょうがない部分ありますよ。それを絶対するなってことではないんですけども、このぐらいのことは自分で一旦は調べてみないとなっていうふうなことなんですよ。で今日の動画のまとめなんですけども、質問の仕方ですね。質問の仕方としては、自分はこう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 進めてみたんですけども、この辺が分からないんですけども、どうすればいいでしょうかって、こういうのはいいんですけども、最初から何もしない前からね、どうすればいいんですかとか、自分はどうでしょうかっていうのね、それはちょっとあまりにもないかなと。何もせずに売り上げが立ちませんとかね、何の広告も出さずに人が来ませんって言ってるのも同じだと思いますんで、ちょっとそこはね、まず自分でやってみると。でつまずいたり失敗したら人を頼るっていうふうな経路を取ったらどうかなと思いますよね。何もしないまんまにワンツースリーポンでお金が出てくる方法を求めていくと、それはね、詐欺にかかっちゃう手法です。まあ私はね、奈美さんが詐欺をやってるってことじゃないんですけども、詐欺ってのは何で起きるかっていうと、その仕組みを理解してないのにそれが成功すると思っちゃうから詐欺にかかっちゃうんですよね。で最近でも私、詐欺に対するリスクエッジ考え方っていうのを動画で3本シリーズでお伝えしましたけども、もうね、聞いていく内容が多分違うと思うんですよ。今回は投資の銘柄についての質問だったんですけども、その道をやっているからこそ聞けることっていうのがあるわけですよね。でその投資の商品を販売している人が理解してないってことも分かるんですよ。っていうことは、これは儲かってないってことが分かるし、投資そのものをやってないってことも分かるんですよね。はい、ということで今回の動画は以上です。よかったら奈美さんの動画見てみてください。では失礼します。